皆さんこんにちは、モレノです。本日はデクランライスの SBC レビューしていきます。現在作成コストが12万コインになります。非常にいい値段できたなと思いました。で、まあライスは毎年毎年使ってますが、非常に使いやすい選手で、ウェストハム時代はかなり好きな選手の一人でした。で、実際まあイングランドの中盤見ると、今ライスにベリンガムにマジソンがいて、とてつもない中盤だなっていうふうに思ってます。あと、まあ、花がありますよね、この選手。かっこいいですよね。うん。で、金カードから大幅に能力が上がっていて、さらにプレイスタイルプラスがついております。このシールドプラスというプレイスタイルがついてます。185センチのミディアムハイワークレートの2スタースキルムーブ、逆足さんの右利きの選手になります。で、ポジションが CDM センターミッドになってます。で、ここのポジション、やっぱり今いないので、アンカーポジ、特に今カンテとか使ってても、ちょっと物足りなさ感じたり、なんでしょう、ザ・アンカーっていう選手は、いないので、本当にいいオプションになってくるかなと思ってます。で、ペースがかなり上がっていて、シャドウをつけることによって、ペースが86までいくので、遅いと感じることはないでしょう。で、まあ、シュートスタッツはなく、で、パス時に関しても77と少し低めには見えますが、クロスだったりフリーキック精度、カーブっていうのは、まあ、ライス的にはいらない能力なのかなと思っているので、まあ、実際の数値、平均値、視野、ショートパス、ロングパスを割ると823あるので、意外と悪くはないです。で、ドリブルに関しても、まあ、敏捷性、バランスは悪いのですが、他の項目は比較的高いです。あとは、まあ、この、シールドプラスが、割と守備の、これプレイスタイルではなくてドリブルのプレイスタイルなんですよね。プレッシャーをかけられた時に、まあ、ジョギングの時にドリブルがしやすくなるっていうところで、あとはグリーリッシュとか持ってるんですかね。まあ、実際多分ちゃんと見るのは初めてなので、どの程度のプレイスタイルなのかは見ていきたいと思ってます。で、守備に関しては文句なしです。インターセプト98であったり、タックルが96、守備意識も90台乗ってきますので、もう本当にもう守備をさせることを意識したいなと思ってます。で、フィジカル、スタミナも全く問題ございません。今回使っていくチームこちらです。まあ、ライスに関しては、アーセナルのケミもそうですし、イングランド人のケミもそうですね。本当に組み込みやすい選手の一人なのかなと思ってます。で、どこで使っていくか、まあ、基本的にボランチ、5-2-2-1のボランチ、あとは4-3-2-1で、センターミッドの時に攻撃時上がらないのも本当にアンカーというポジションをやらせていきたいなと思ってます。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がデクラン・ライスです。ドリブルに関しては意外と良かったですね。何が良かったかっていうと、おそらくこのプレイスタイルプラスですね。このプレスドリブンというプレイスタイルプラスがかなりドリブルを助けてくれてるなと思いました。結構この手の選手って重いことが多いんですけど、やっぱりそのジョギングをした時にかなりボールが吸い付く感覚があったので、まあ重いという感じもなかったですし、なんでしょう、全然ドリブル、まあ、できるなっていうのもおかしいんですけど、こういうシーンとかでも普通の選手よりはボールが近いんですよ、自分に。それがすごく良かったです。で、まあ、今回 CDM で使っていて、まあ、このポジションですね。で、ジョッキーに関してもすごくいいですし、まあ、やっぱりブルーザーというプレイスタイルを持っているので、相手をなぎ倒すようなディフェンスっていうのもできますし、もう本当に、何でしょう、ディフェンダー、CDM としての守備力という点においては文句なかったのかなと思ってます。で、まあ、ここパワーシュートで、まあ、あんまりこれは、パフォーマンスですけど、やってました。で、まあ、あと攻撃に関してはこの選手の場合そこまで期待はしなくていいので、本当にもう守るっていうだけで、まあ、こういうシーンですね。今の足の出し方であったり、まあ、すごく守備に安定感をもたらしてくれたなっていうのは感じました。まあ、ここブルーノから中に入っていって、まあ、こういうシーンでも割とまあドリブルできないことはないので、まあ正直、今点は入りましたけど、あれはライスでやるべき行為ではないので、あまりお勧めはしないですけど、まあ一応今のシーン見ててもドリブル悪くないなっていうのは、わかりますよね。で、今のまあ守備の仕方ですよね。本当にセンターバックみたいな守備の仕方がすごく良かったです。で、それこそまあ5バックの真ん中であったり、まあセンターバックとしてもこの選手は強いと思います。
まあ、プレスもできますし、まあ、ただまあ中盤でこういうシーンでやっぱ持っていけるので、まあ、ドリブル今のしすぎだと思うんですけど、本当にアンカーとしてはすごく優秀な選手だなと思いました。で、まあ、強いて言うなら何か何でしょう、飛び抜けることはなかったかな、何でしょう、やばいこいつみたいな要素はあんまりなかったです。まあ非常にハイレベルで安定しているなっていう感じでした。ここまあ最後ナイスで、まあ、ドリブル持っていくシーンですね。まあ、今のもすごくいいパスで、まあ、最後はそうなんです。では最後ライスまとめていきます。現在の価格が12万8000コインになります。決して何でしょう、異次元な SBC かと言われるとそこまでではないと思うんですけど、間違いなくこの値段は見合ってますし、いい SBC だなと思いました。悩んでるなら作ってもいいと思います。でやはりこのアンカーというポジションなかなかいないんですよね、今このゲームにおいて。で、そうなった時に、まあ、アーセナルのケミストリー考えてもサリバであったり、まあ、あとはサカであったり、まあ、非常に優秀な選手多いので、まあ、そうした中、まあ、あとイングランド人っていう利点も含めると、このカードというのが非常にいいなと思いました。で、まあ、何が良かったかというと、やはりまあ守備ですよね。アンカーに置いてても、4-2-3-1の守備的なボランチに置いていても、守備の安定感っていうのは、なかなかこの選手を、これ選手っていうのはいないです。で、なおかつ、このプレスプルームというプレイスタイルがあることによって、意外とドリブルも囲まれてもドリブルをすることができたので、その分重さを感じなかったっていうのも良かったですし、まあやはりスタミナもありますし、パスも何でしょう、異次元なパスを出すかっていうとそこまでではないんですけど、まあ決してパス数値が低くない分、十二分にパスもしてくれる、十分なパスしてくれるなと思いました。で、何でしょう、まあ決して何でしょう、異次元な SBC ではないので、すごく期待通りに仕事をこなしてくれるいい SBC だなっていう感じですね。で、まあミディアムハイの選手とかワークレートが、まあカンテとかもそうなんですけど、ここのポジション本当に今いないので、カンテぐらいしかいないですよね。カンテよりは、まあカンテとはちょっとタイプが違うのでなんとも言えないんですけど、まああとはサンドの隣か、まあ隣とライスの2択かな、プレミアリーグで言うなら。まあ他のリーグもそもそもそんなにいないので、でまあライマでやったり、まあライマが23万するってことは、このカードももし普通に出ていたら20万ちょっとぐらいしてもおかしくはないんじゃないかなと思ってますという感じで、デグラナイスを終えていきます。ちょっと三笘後でレビューしていきたいなと思っております。もし何か質問コメントあればいつでもお待ちしています。非常にいい SBC でした。ではまた。